もう体育の時間終わってんのに、お前らやめろや。そんな時にこたつは使わないんですよ。知ってるかな、私。そうそう。両極端。知ってます。知らないですね。ことわざ知ってます。ことわざ知ってる。はい。いや、知らないと思うな。え？ちょっと先生、これからことわざを今日は教えていきます、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。このことわざは、はい、若者が使うことわざだね。若者、はい、若者が使うことわざ、うん、君たちも使ったことあると思う。よく使ってると思う。令和になった今だからこそ使う言葉、うん、令和になった今だからこそ。そうもうちょっとなんかその意味とか教えてもらっていいですか、うん、意味ですね。空気が読めない人に対して使う言葉だね、うん、犬も歩けば棒に当たる。全然違いますね普通にバカだった。空気が読めない。もしかしたら空気が読めない人がその昔海の上にいたのかもしれない。そう、海の上で生まれた言葉。え？です。海の上で生まれたってことね。ひらがなで書いてる。あ、はい、うん、はい、かなでさん、石の上にも3年違います。あんたどこで勉強してきたんですか。親の顔が見てみたい。どっちもアホやな。長っ。めちゃくちゃ長いことわざだった。102種くらいの長さ。歌読んでた今。ちょっとわからないで、例文ちょっと。はい、わからない。いいですか。空気とか、海とかあるからなんか。空とか、鳥とか、船とか、そんな。ああ。これですね。え？もう体育の時間終わってんのに、お前らやめろや。そんな時にこたつは使わないんですよ。しかも、その〇〇にあの長さ入るんですか。さっき歌ったのさっき長かったっけ。はい、やめろやです。広報も筆の誤り。なんだそれは。変なこと言いました。すいません。変なこと言いました。体育の時間の中に多分ヒントあると思うね。飛び箱。いいところをつけてますね。飛び魚。あ、近いですよ。飛び魚。ぶっ飛び。ぶっ飛び。え？ぶっ飛び。ぶっ飛び。ここ。ぶっ飛び。ぶっ飛び。違います。なんだよ。全然違います。飛び魚は近いの？飛び魚は近いですよ。あ、じゃあ、最初の文字。はい、お願いします。はい、え？最初の文字ですね。これですか。り？り？りですよ。り、り、りゅ。りょうやく逃がし！違います！なんだそれ？りょうやく口に逃がしか。知らないことは言わないでください。ルルルル。ラララララ。知ってるかな、私。そうそう。ラララララ。両極端。あ、なあなあ。両か。料理をしてる私を見て。違います。それ漢字で書けます。その量を漢字で。あれ魚やん。両魚。魚じゃん、それ。量。あ、漁業の漁、ね。これって何ていう文字ですか。なんていう文字ですか。魚ですよね、それ。魚ですか。量？大量の量でも。大量の量。大量の量ですよね。あれ漁船。漁船の中で生まれたんではないでしょうか。この言葉の名前。漁師の目。あ、でも惜しいぞ。惜しい。漁師の目。漁師の目。惜しい。です。うわ、はい。びっくりした、怖い。教えて。なんか正解だ。漁祭憲法。あ、違います。嘘。違う、漁の字が全然ちゃうやん。違う。うわ、うん、本当に分からんな。いいから始まりますね。はい。最後。りょう。何それ、何それ、何それ、見たことない言葉。え、り？何？りです。り。え？りです。料理？りょう。り？漁師もり。
漁魚の利？え、待って、ですよね。これ漁ですよね。漁。漁ですか？これ漁ですよね。クイズですか、これは。この技です。漁なんちゃら利ってことか。漁やとしたら。漁。え、漁。え、わかった？え、聞いたことあるの？マジで言っていい？え、先生。はい、じゃあ、どうぞ、花さん。漁夫の利？正解かどうかも分かってないよ。あの、え、え、それって漁夫の利って、あ、漁夫聞いたことあるんだよ、私。漁夫の利って夫？夫と書いて、はい、漁、あの、漁夫の利、夫、え、これです。漁夫の利。どこが漁夫やねん。え、え、な、読み方おかしくないですか、先生。え、どういう読み方してたんですか、先生は。両夫のり。リズムも変、なんかリズムじゃなくて、その音程も変。ちょっとすいません、はい、いいですか、はい、漢字の読み方間違うのだけやめてもらっていいですか。すごいパニックになるので。先生だって人間です、間違うことあります。ずるいずるい。先生、すいません、先生はなんで、うん、これ空気が読めない時って意味だと思ったんですか。両夫さんのノリやと思ったんですよ。ノリね。あの、うえ、ノリね。そうそう、ノリ。あ、両夫ノリ、漁夫ノリ。そうそうそう。あ、だから漁夫のノリやめろやみたいな。そう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 。だから若い子たちがもうえって漁夫のノリ。体育の時間に漁夫ノリされんや、大体。そう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 。で、なんでその読み方がさ、はい、漁夫の利って今言ってたじゃないですか、はい、さっきは漁夫の利ってなったんですか。最初から言ってました、漁夫の利。いやいや、ずっと、もうまずその一文字目間違ってる時点でうちらやっぱりちょっと混乱してるじゃないですか。それは先生謝る、ごめんなさい。でも人間だって間違えるでしょ。ずるいな、それ。これ先生の背中を見せて謝ればいいもんじゃない。ずるいな、人間間違ってもいいんだよって。うん、別にその熱意があったらいいんだなっていうのを教えてみんなに改めて心に刻んでください。使ってってくださいね、これ。愛は、はあ、はい、元気ないね、おはようございます。なんで先生の担任でしょ。先生の担任。こっちがこっちが担任ですか。ちょっと担任で教えて。違いました。担任の先生の上にまたその担任の先生がいるんです。公開授業みたいなもんですか。違いました。生徒でしょ、私の生徒でしょって、うん、じゃあもう休憩時間入っていいですか。まだやります。ちょっとね、そろそろ給食あるんで。そうなんですよ、給食って食べてる場合じゃないですよ、これ正解してないから。給食ないともう元気出ないんですよ、授業聞くのないから。じゃあ食べよう。弱っ、弱っ、この担任。